ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、またまたこちらの方、ハスキンズさんかなの動画を見ていくんですけども、本日焦点を当てていくのはですね、乗り物でございます。この人ね、もちろんね、建築とかもめちゃくちゃすごいんですよ。てか前ね、動画で紹介したと思うんですけど、こういうね、なんかシークレット X ウィングラボとかさ、この反乱軍の洞窟の基地とか、そういうのを作ってたのを一緒に見たと思うんですよ。だがしかし今回はですね、乗り物もこの人意外と作っててですね、この人の乗り物からちょっとヒントをもらおうかなという動画になっております。でこの人全部英語で喋ってて字幕も特にないので、なんか分かりにくかったりね、なんかこういうの欲しいなと思った方はね、この動画のコメント欄にこの何分何秒の乗り物の作り方を教えてほしいみたいなのがね、多数あれば日本語でね説明していこうと思うので、そちらの方もよかったら合わせてやってみてください。ということで本編始まる前にチャンネル登録と高評価だけはお忘れなくよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まあ、いろんな動画上げてらっしゃるんですけども、この方。こういうね、乗り物系もね、まあ、ちょくちょく上がってるんですよね。こういう乗り物だったり、こういう乗り物だったり、まあ、こういうのとか、こういうのとかね。すごい11万回とか言ってるからね。いや、素晴らしいと。ということで、まあ、全部ね、作り方を見ていくと、なんかもう、わけわかんなくなっちゃうんで、一応完成形とか、軽く触りだけ見て、っていうのを、いろんな動画でね、繰り返していきたいと思います。ということで、まず一つ目こちら行きましょう。最新の乗り物かな？あ、これも乗り物っぽくない？どうなんだろう？一旦これ見てみるか。うわ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 。なになになんか喋ってる喋ってる。やばいやばいやばい。すごい。うおー。映画や映画。映画みたいになってる。すごい。レース始まるやん。おー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 。やばいやばいやばい。なにこれ？うわうわうわ。なに？すごいんですけど。コミュニティに公開される予定です。すごいんだけど。うわ、すごいね。これ作ってんだ。やばすぎるこれ。すごい文字書けるんだね。うわ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 。いや、素晴らしいね、これね。やばすぎるこれ。うわ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 。かっこよすぎるこの車。何これ。この車の作り方教えてくれてんのかな。素晴らしいですね。やばくねこれ。待って待って待って。これやばいでしょ。光りすぎねこれ。赤と青でこうね、それぞれ光らせてるんだと思うんだけど。いや、これ素晴らしいね。スターウォーズの家具とか使ってね、色分けするわけですよね。素晴らしいと。すごいね。いや、こんな遊び方できたらこれ楽しいですわ。 ありがとうございます。1本目素晴らしいスポーツカーを見せていただきました。続いてこちらですね。はい、見ていきましょう。フライングシップだって、飛行船ですかね。すごい、すごいんですけど、ゆっくり着地してくれるよと。あ、すごい、物にぶつかっても大丈夫なんだって。最強すぎないそれ。すごすぎるって。あ、なるほどね。レゴパスの有料パーツを使ってますと。いや、にしてもすごいでしょ。なるほどね。フリーパーツでもできますよと。なーにこの村。ごめんなさい、風邪というか、まあ、コロナだったんですけど、多分コロナの治りかけでね、咳止まんないんですけど、衝撃と同時に。すごくないこれ。すげえ、こんなんなってんだ。あー、ちゃんとレシピ紹介してくれてんねや。はい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 、ありがとうありがとう。うん、まあ、その辺はいいよ。はいはい、素晴らしいですね。ちょっとね、階段置いたらすぐ作れるようになるよと。これね、サバイバルの鉄則ですよね。デザインがね。作り方はまあ一回飛ばしましょうか。できた姿が、おー、できてますね。これで、すごい、うわうわ、めっちゃちゃんと動くやん。すごい、すごいな。どんだけかかったんだろうこれ開発すんのに。うわ、素晴らしいっすね。これ操作性バッチリちゃうねえ。すごい、待って、これどういう設定になってんだ。すごくねこれ。平らやね。平らになる傾向があります。うわ、これめっちゃ安定しない？安定しすぎじゃないこれ。うわ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 。あー、だから1個のチャンネルでもうこれと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 みたいな感じでやってんだ。前の空飛ぶ車と一緒だね。うわ、すごいな。めちゃくちゃすごいぞこれ。 ありがとうございました。素晴らしいですね。ということで2つ目でございました。いや、これ作り方知りたいでしょみんな。次が、次これにしようかな。 UFO 作ってる。 New How to Build Free Functional UFO in Lego Fortnite。 UFO ですね。見ていきましょうか。いや、いいですね。いいですね、これ。かわいいね。これ無料ピースっぽいね。さすがに。はいはいはい。風船をこの屋根の中に隠してあるのかな？はいはいはい。前傾姿勢になるんだ。はいはいはい。なるほどね。すごいなぁ。こうおしゃれじゃない？風船が見えてないっていうのが得点高いよね、やっぱり。さすがに。いや、いいですね、これね。やってると。いっぱい立ててる、ここに。立てるのが、とても簡単らしいです。はい、なるほどね。あ、いいですね。これがさっきの映像につながってくると。すごいね。UFO もなかなかいいですね。続いてはじゃあこのボートにしてみようかな。ボートバカ投げ見て。42分あるんだけど。いや、これでかいしめっちゃ綺麗やね。すげえ、めっちゃ綺麗。うわー、めっ
っちゃいいやん、こんなんもうやるしかないでしょこれは。はい、あ違います。はい、ここだけちょっとね、ここだけ言わせてほしい。ここはクリエイターサポート AFR ですね。こんな長いの打ってられないと。大文字で AFR って打つだけでいいんですよね、このクリエイターサポートは。よろしくお願いいたします。バカ長いからさ、これやばいよねこれ。ということで、まあ、完成まで飛ばしてみましょう。45分所要時間、なかなかかかってるね。いやでもすごいね、これ完成するとめちゃくちゃいいね。しかもこれちょっと前でしょ、すごいね。すぐだから乗り物革命来て作った感じかな。めちゃくちゃいいじゃんこれ、おしゃれすぎるとあまりにも。なるほど、背中の部分を分厚くするだけ。うわー、いいですね。てかこの動画の撮り方うまくね、この素晴らしいと思いませんか、このカメラワークと言いますか。いいですね、やっぱりね、レゴフォートナイトまだまだやることあるんかもしれないですね。実はやってないだけで、普通にやろうと思えば多分無限にできるんでしょうね、きっと。素晴らしいですね。 ありがとうございました、素晴らしいですね。じゃあ最後はこちらのトラック見て終わりましょうかね。セミトラック、さあこちら見ていきましょう。綺麗というかでっけー、すごい。はいはいはい、素晴らしいですね。めっめっちゃ綺麗。マップ中を移動するためのものではないと。さすがにね。さすがにこれで走り回ることはまあ想定してないですよと。いいですね。ビーチサイド大通りバンドルかな、きっと。それを使わなきゃいけないよと。まあでもいろんなね、あるから今。アナーキーエーカーとかもあるから、それ使ってもいいんじゃないかな。はい、素晴らしいですね。はい、しっかり見逃さないようにチャンネル登録しろよと。作っていくのかな。トイーン。これは何も言わずに作っていく感じかな。黙々と作っていくね。黙々タイプだ、これ。喋るタイプじゃなくて、黙々タイプです、これ。いいですね。おしゃれですね、これね。素晴らしいんじゃないか、本当にすごいね。よくもまあ作りましたねこんなの。これ多分実用性はそんなないじゃん。だから実用性チャンネルとしてはさ、やっぱり憧れるものがありますよ。ロマンみたいなものも作ってみたいような気もしますけども、どうでしょうか皆さん。え、死んだやん。あー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 、終わっちゃった、終わっちゃったよ。そんな悲しい終わり方すんだ。乗り物革命が来て2個目って言ってたから、あ、2個目のビデオってことか。これが乗り物革命5の乗り物全部網羅したかな。でこれが参考にさせてもらったやつなんだよね前。ちょっとこれを変えたみたいな感じなんだけど、まあ、これはだから俺の動画見れば日本語で説明してあるから大丈夫だと思います。あとはないかな、あとタレットぐらい。タレットラスト見ていこうか。じゃあラスト、本当のラストいきましょう。うわ、これ良すぎるもんね、これ良すぎるもんね、あまりにもね。このタレット別に実用性はないんだけど、これもねロマンですよね。まあ、これも前の動画で紹介したと思うんだけど、ちょろっとね。なんでまあここでもちょろっと説明しておくだけにしようか。まあ台座がね、いろいろあるんですよ、こういう感じで。台座がいろんな台座で作れるよっていうタイプだと思います。乗り物基礎をこううまいこと組み合わせて、でスターウォーズのちょっと飾り入れて、でここでスイッチ入れるとここで売ってるように見えるよっていう、このタレットですね。はい、素晴らしいですねこれも。これ自体は多分そんな作るの難しくないね。ただおしゃれではある。実用性TV となので、全く打って変わって粋なことをしてくれるのがこのチャンネルですから、皆さんこのチャンネルね、概要欄に貼っておくので、よかったらハスキンズさん見に行ってみてください。全部英語でね、あんまテロップとかもついてないんで分かりづらいかもしれないですけど、冒頭でも言った通りね、なんかリクエストがあれば僕のコメント欄に書いてくださっても結構です。はい、ということで今回この動画ではね、本物のレゴプロ第2弾ということで、見ていきました。もうすごかったね。僕が海外で一番すごいなーって最近思ってる方なので、乗り物をね皆さんと一緒に見て学んでいきましたと。これでね、ちょっと乗り物のボキャブラリーも増えたんじゃないかということで、皆さんも一緒にね、まだまだね、レゴフォートナイトリリースされてまだ1年も経ってないですから、たくさん楽しんでいきましょう。はい、ということで今回のこの動画、いいな、面白いな、参考になった、これから乗り物もっと作っちゃおうぜと思った方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。